はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はね、コメントとかでもちょいちょいいただいてるみんなでクリアっていうのをね、やっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。で、このみんなでクリアなんだけど、まあ買ったばっかりの頃に1回だけしたことはあるんだよね。このみんなでクリアってどうなの、面白いんかないや多分面白いと思うけど、全然どんなんかつかめてないから。なんせ1回しかしたことないし、バトルじゃないもんね。難しさ選べれるんだ、どうしよう。みんなでクリアだからどうしよう。あ、俺難しいぐらいにしておく。いきなりとても難しいをやってなんかクリアできなかったら嫌だから、最初は難しいにちょっと絞っておこう。さて、これはバトルじゃないもんね。ちょっと今までと要素が違うけど。そしてドアに入って、あ、こういう風に壁キックをしていけばいいのか。ちょっと待ってちょっと今見た、ピンクのキノピオに殺されたんだけど。あ、なんこれ、なんこれ、え、なんこれ、え、なんで急にここからなってんの。この場所からやり直す、どういうこと。全然つかめねえんだけど。待って待って、誰もいない、誰もいない、誰もいないし、どうやって行けばいいんだろうこれ。あ、キノピオのところに行けばいいのか。どうやってキノピオのところに行くんだろう。パックン乗ったら無理かな、やっぱ無理か。キノピオ、あ、ち、キノピオじゃねえや、キノピコのところからやり直すみたいな。オッケーオッケーオッケー、そっか、みんなでクリアは今先頭にいる人たちのところに行けるんだ。わ、待って、結構さ難しくねこれ。うおー、ちょっと待って、うおー、ちょっと待って、あ、え、え、待って、押し戻されてんだけど。どうしようどうしよう、これこれ一回戻るしかないか。じゃあ一回戻ろっか。よし、オッケー。これ下に行けないのこれ。待って、死ぬ死ぬ死ぬ。お、え、待って待って、出てきた出てきた、なんか死んないけど俺出てきたんだけど。よし、これで行こう。みんな俺に任せるんだゴールは俺に、このピオキングに。あ、ちょっと待って、あ、よしよしよし、任せろ。あー難しいな。待って、なんかこっからになってるけど、ここで砲台が来るから。よし、オッケー。で、待って、みんなマリオとルイージがあの兄弟先に行ってんだけど、これ結構難しくない？つうか全然さ、ちょっと難しいのレベルじゃないんだけど。で、ここでジャンプ、オッケー。そして、よし、オッケー。待って待って待って、ルイージおい、ルイージ、いつもルイージ俺の邪魔をする。もうほんとルイージマンションやってて、俺ルイージ好きだからいいけど。待って待って待って、よし、ルイージのところからやり直そう。あれ、やり直せないんだけど。オッケーオッケーオッケー、よし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 、またまた、ここよし、オッケー。また俺じゃん、また俺じゃんこれ。よし、せめて俺が、俺が行きたい、俺が行きたい。よし、オッケー。キノピオ待ってくれ、キノピコか。キノピオとね、キノピコいつも間違えるけど。あー、マジかー、これ難しいなー。オッケー、キノコを取って、さてどこにいる、あのキラー砲台はどこにいる。おし、キラ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 、よし、2人で頑張ろう頑張ろうな、ルイージ。あー、ちょっとあー、ちょっと待って、ルイージ待って、また俺はルイージに殺されるのか頼むよルイージ、もう俺の邪魔をせんでくれ、俺の邪魔をしないでくれルイージ。せめてね、ルイージがゴールしてくれたらいいんだけど。砲台はいつのタイミングで来るんだ。あ、待って待って、これを走ってしゃがむ、これいけないかな。よし、オッケー。そしてこのまま、あー無理か。よし、オッケー、よし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 。で、で、これはこっちでいい。あ、いけそういけそういけそう、なんかいけそうだけど、これ入ればいいのかな。入ってみようか、ドアに。そして、よし、いいねいいねいいね。これはこれは無理っぽいよね、なんか。あ、
こうか。はい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 。これ、これみんなでクリアに向いてなくない？ピノピコのところから行こう。よし、オッケー。あ、ダメか、ダメか。ダメなんだ、砲台動いてるから。めっちゃキノピコ頑張ってる。よし、キノピオ。よしよしよし、オッケー、オッケーオッケー。俺もここで。あー、惜しい。あー。でもね、ルイージが言ってくれた。あ、待って、ルイージ死んだくね？マジか。マジか。よし。じゃあ、俺一人で頑張るわ。待って待って待って。よし、オッケー。俺、頑張ってくるわ、みんな。よし。そして、あ、待って、危ね、危ね。よし、オッケー、オッケー。いいね、いいね。さっきね、結構キノピコがいいとこまで行ってくれたもんね。そこまで攻めていきたい。あ、よし、これがあればいい。このキノコがあれば、オッケー、クッパを無視できた。ここは攻めてみんなのために行けたらいいなと思うんだけど、クッパが邪魔する俺の。よし、オッケー。よしよしよし、いいね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 。え、なんこれ。え、あ、クッパ倒さないけんのか。よし、クッパを倒そう。ルイージ、ルイージ死ぬなよ。あ、待って待って、あ、待って、俺が死ぬ俺が死ぬ俺が死ぬ。待って待って、キノコ俺にくれ。え、タイム切れ。それじゃあね、第2回戦といきますか。オーレット、ウフエー、え、あ、そっかそっか。どれにしよう。今回もまた難しいぐらいにしておくか。難しいでさっきクリアできんかったもんね。難しいでもやっぱみんなでクリアしたらとっても難しいになる。一人でしたらあのコースそんなにね難しくないんだろうけど。よし、で、ここでいい？上でいいかな？下か、下の土管でいいかな。よしよしよし、いいねいいね。さっきみたいな感じではないぞ。お、一気アップか。一気アップはいらないな。これ一番最初にクリアしなきゃいけないっていう、なんていうの、プレッシャーがないからいいよね。さて、これは鍵、誰か持ってるってことか。どっかあるの？ダメだ、こっちにはないのか。じゃあ鍵をね、探しに行こっか。ルイージ持ってないかな。こっちじゃねえか。よし、この土管、てかラグがやべえ。待って待って、ラグがやべえ。鍵はどこ？鍵はどこ？あれか、下のハテナか。ちょっとそっち行ってみるか。まず下に行って、あ、下行けないの？どうしよう。じゃあまずここの土管に入ってみよう。で、うおー、待って、ビビった。よしよし、で、あ、待って待って、やべやべやべ、死んだんだけど。上か。じゃあこの上に行けばいいの？あ、オッケーオッケーオッケー。あー、待って待って、もう一回して。よし、オッケー。あー、ダメだ、俺下手くそだ。よし、オッケー、いいねいいねいいね、ナイスナイス。え、入れないんだけど。マジか。あららら、ここの土管だと思ったんだけど違うのか。じゃあさっきのキノコ、ここだな。おそらくここが怪しいぞ。この中が怪しいんだけど。よし、オッケー。で、これを蹴る。ここ入れないんでしょ。これは、よし、投げて投げて入れてくれ。よし、違う、投げて入れてくれ。違う、そうしたら死ぬんだ、ルイージ。お、これ投げて入れるんじゃないの？こうじゃないの？あー、ダメか。え、じゃあどうすんだこれ。やばい、本当にこのステージのやり方が分かんない。ルイージ、こっちに来てください。そっちか、ちょっと待ってくれ。よし、行くぜ、ルイージの元に行くぜ。どこだルイージ、そっち。どうした、どうしたルイージ。なんもないんかい。またルイージとマリオがこっちに来てくださいってなってる。お、鍵持ってる。どこで手に入れた。早く早く早く、48秒しかない。こっちに来てくれ。よし、俺もこっちに来てください。え、待って待って、こっちに来てください。ないんだけど。早く早く、みんなみんなみんなってか、キノピコ早く来てくれ。よし、来た。
よし、で、オッケー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 、で、ゴール、やったえ、でもどうやって手に入れてたんだろう、あの鍵。いやー、やったね。なんか協力した感全然なかったけど、やったわ。わ、かわいい、見て、ピオキング、あんな姿初めて見たんだけど。みんな分かった？今のコース、どうやってルイージが鍵取ったか。俺全然分かんなかったわ。なんていうの、あのパタパタがいるところが怪しいと思ったんだけど、ルイージなんか分かってたっぽいもんね。こっちに来てくださいってずっと言ってたから。ポルンガの子供、みんな、待って、みんな一緒やん、かぶり物。今回はね、全部一応難しいぐらいでやってみよう。やっぱ難しいが人気あんのかな。みんな難しいぐらいにしてるけど。 60S 走って滑って大ジャンプってことは60秒以内のスピードランってこと。やっぱりか、これちょっとみんな邪魔だな。よし、ここはちょっと離れていこうか。うそ待って、これ難しくない？こうしたら出てこないのかな。よし、オッケー。あー、ダメだ、もうちょっと。よしよし、オッケー、みんな俺のところに来るんだ。おーし、よしよし、いいね、いいね。なんかチームに貢献した感じ、すげえ貢献した感じで。お、待って待って、これどこ行く？待って待って、よし、オッケー。そしてこれで上か、いいね、いいね。で、ゴールはまだか。ダメだ、ここでヒップドロップ、ヒップドロップ、あー0秒あー、惜しかったな。ってか多分惜しくないよね、絶対。あの土管くぐってもまたあるよね。任せろ、俺に任せてくれ、みんな。よし、あ大砲出るの遅いな。俺に任せてくれ、みんな。あー、待って、任せてくれって言ってんじゃん。ちょっと待って、みんな、もう、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、キノピオ、よし、オッケー。ダメだ、ダメだ、ちょっと、キノピオ、あー、これ一人がゴールしてもダメなんでしょう。これ一人でしたらそんなに難しくないんだろうけど、みんなとするってなったらほんと難しいよね。よし、オッケー、キノピオ、これで、いってくれ。よし、オッケー、ナイス今の俺、ナイスじゃなかった？で、キノピオ追いかけよう。キノピコか。で、ヒップドロップ、よし、オッケー。これは一番最初に行けたけど、で、滑る、いいね、いいね、いいね。そしてこのまんま、あ、このステージなんか前もしたことある気がする、バトルで。よし、オッケー。で、このままずっと滑っていこう。で、ここも滑る、あぶねえ、あぶねえ、死んだかと思ったわ、あのトゲで。ここも滑る、いけるかなこれ。よし、オッケー。で、走ろう、走って、ちょ、あー、嘘ここでキラーかよ。待って待って、このステージ普通にね、したいんだけど、一人で。みんなでクリアじゃないで、一人でしたいんだけど、面白そう。さっきよりだいぶ時間がある気がする。残り10秒か。いけるかな ?9、8、7。これ一番今までで時間ある。いいね。よし、惜しい、ゴールもうちょっとや、目の前やん。待って、みんなギブアップしてんだけど、兄弟じゃん、兄弟で頑張るか。マリオ兄さん、俺は行くぜ。オッケー、兄弟でクリアしてやるわ、ここのステージをね。よし、絶対クリアしてやる、俺は絶対諦めねえと思ったら、マリオもねギブアップしたわ。みんな根性ねえな。よし、じゃあ俺がここを絶対クリアしてみせる、一人でも絶対クリアしてみせる。みんなでクリアじゃなくなったけど、一人でクリアになったけど、絶対ね、このステージをね、一人でクリアしてみせる。よし、オッケー。さっきだっていいとこ行ったもんね。オッケー。さっきで何秒だったっけ、10秒ぐらいだったっけ。待って、やばい、ロスった時間が。よし、オッケー。待って、これやばい、オッケー、これは間に合わんな、多分これはダメだ。1、3、2、1で、ここは無理か。俺絶対ね、諦めねえから、絶対諦めねえから。よし、オッケー、一人待って、一人なんだけど、
寂しいな。俺今日ねみんなでクリアするっつって収録してんのに一人でクリアしてんだけど。でまず花ちゃんを次倒す。でここのねヒップドロップをねまず完璧に、オッケー、いいね、いい調子じゃない。で滑る。さっきねこのヒップドロップがうまくいかなかったから多分遅れたんだと思う。よし、オッケー。でここもヒップドロップ、いいね。でここもすぐヒップドロップ。そう、さっきここで遅れたんだよね。あとここのタロン。よし、12秒もある。これはいけたと思う。これはね多分いけたと思うけど、ジャンプ、いいね。そしてジャンプで、オッケー。このまんまゴール、やったやったー一人だけど、みんなでクリアなのにピオキングが一人でガッツポーズ決めてるわ。寂しいな。いや、みんなでクリアは最初一回したけど、クリアできたけど、ちゃんとね、本当にしたいよね。せっかく初めてしてんだから。なんかちゃんとみんなで、よし、クリアしたぜみたいなコースが出てきてほしい。なんかこう、みんなでボスとか倒せたら一番楽しいんだろうけど、そういうコース出てこないかな。ボスラッシュみたいな。で、そのボスがめっちゃ強ければ強いほどいいよね。強引に行こう。いいね、楽しそう。4人おるし、よし、よろしくお願いします。マリオ、よし、待って、うわマジで強引系え、待って、なあの中間ポイント、宙に浮いてんだけど。よし、俺も中間ポイント取りたい。待って、めっちゃ強引だな。確かに、あのね、ハテナが何なのか知りたいわ。待って、やばい、最初からしてしまった。うお、待って、花ちゃんめっちゃ怒ってるし、めっちゃ空飛んでるし、こっから、よし、この中間ポイントから、これね、待って、嘘、ドクロなの？待って、まずい、これはまずい。ってこと、あ、待って、俺もそれ欲しいんだけど。え、待って、俺もこれ欲しいんだけど。オッケー、これがあれば、もう無敵。ゴールしました、オッケー、来た。みんな、来てくれ。え待って、あの二人、何見てんの？で、あの二人さ、もうちょっとじゃん、惜しいな。みんなでゴールとはいかなかったか。まあ、めっちゃ喜んでるけどね、あの二人。てか、あの、AS クラユっていうアバターめっちゃ可愛くない？テレサもなんかこう、わかる？手で顔隠してんだけど、すっげえ可愛いよね。はい！初めてのみんなでクリアはどうでした？まあ、ちょっと自分では納得のいかない仕上がりだったけどね。2回目のコースは一人でクリアするし、1回目はわけわかんないし、いや3つ目は面白かったんだけど、マリオとねキノピコがクリアできなかったから、ちょっと残念だったなって思います。でもね、やっぱみんなでクリアもねやったらねめっちゃ面白い。みんなでバトルの方が面白いっつってやんなかったけど、やっぱみんなでクリアもねめっちゃ面白い、楽しかったから、今度からもねこのみんなでクリアをたまにはね配信していけたらいいなって思います。それじゃあね。